さあ始まりました第6回ネピクサダイパー変装バトル。もう6回なので早いね。で相手がね、なんかハッサムとかいう怖いポケモンを持ってるんだよな。こっちさ、ヒダテンが今モツヤンしかいねえんだわ。どうしようかな。でまあでもちょっと恐れていたことが今一個あって、ハッサムが来た場合にヘルが来たら、もらい火とハッサムっていうね、ハッサムが炎の弱点ないのに、もらい火っていう炎武器がある状態でやれたら積んでたんで、まあ、それがないのがめちゃめちゃ救いかなと思います。最初ね、もし余裕があったらトリック連覇でも やってみようかなと思ったの、縄文シャーとか使って。でもそれがちょっと叶いそうにないんで、今回は先発ゴルゴで相手の、メインじゃない、相手のサポートをね、潰していこうと思います。元ヤン2番手に突っ込んで、元ヤン、満腹低下で、ディッティーはでも違うか。満腹艇が縄文だな。これでも満腹艇の方がいい気がすんな。ゴルゴ元ヤン満腹艇でいきましょうかね。ただそうすると向こうの自爆コイルがちょっときつい気がするんですが、まあ、鋼に対して元ヤンでね、解放者てかダイモンドとか打っていければね、一番いいと思うんで、まあ、満腹艇でいいかな。で一応火の通りが割といいと思うんで、バツくんが3人とかな、多分火の。あのね、元ヤンマストで行こうと思います。それでは対戦行ってみましょう。スタート。さあ、始まりました、対戦。またもや向こうはおしゃれをしている。こちらは何も着ていない。プラチナスタイルのままね、プラチナディスクを貫いております。で、向こうがフローズなんで、アクアジェットでぶっ飛ばすというところなんでございますけれども、とりあえず、今現在ゴルゴはね、電気玉を持っております。こちらで、真下していきましょう。投げつける、いきます。まあ、さすがに地盤の効果ないでしょう。引っ込めた、何？ロシャン、なんでロシャンって。よかったよかった、地箱じゃない、地箱じゃないならいい。電気玉を投げつけていく。なに、まあ、切ったけどね、これでね。なんだ今何が、あー違う、今あれか、道具働いたマークか。じゃあこれでね、相手を叩き落としつつ毒菱していきましょうね。まずでも多分相手交換すると思うんで、よいしょ、ね、毒菱から、じゃあまず毒菱からいきます。毒菱から行く。麻痺で相手はスワイスが下がっている。毒菱確定、しびれて動けない。麻痺を引いていく。でこれでね、さらに、毒菱もう一発いきたいんですけど、さすがに猛毒はかわいそうなんでね、畑落としていきましょう。さあ畑落とす、奪っていく、しっかり奪っていく。地震攻撃食らっちゃうけど十分仕事した。ありがとう。さあ、お盆畑落として、現在、今行きますわ。毒菱のさなか、元ヤンからでいいかな。満腹ででもいいんですけど、満腹でから行ってもね、あまり今うまみないんで、元ヤンから抜群取っていきましょう。一応抜群技あるんでね、向こうにも抜群技あると思うんですけど、まあ、巻きってるんでこっちの方が早いでしょう。毒菱もあるんでね、相手交換もしづらいでしょうし、このままダイモン寺でやっていきましょう。あ、草結びよかった気がするな、命中的に。つぶて、少しでも、ダメージより、タスキを切ってくると。まあ、タスキはないんでございますけれどもね。これで、食らいましたが、大文字で取っていきます、しっかりと。で、次が多分だけどね、なんか、フローゼル普通に出してくる気がする、対面として。フローゼルが来る気がするんで、まあ、フローゼルアクアジェットに出してどう、出ていくかというところでございますね。で、湘南の風がね、強いんだけど、毒があるから、こっちには。毒でね、じわじわと削っていきたいと思います。で、相手が多分アクアジェットを打ってくるんで、満腹艇で避けていきましょう。満腹艇からね、メトロノームで、無理やりと、相手を倒していきましょうね。満腹艇の強さ、見せてやるぞと、満腹艇の強さ。滝登り、まあ、しかしこちらは水なんでね、水に水あまり通らないということで、最強の受け、毒がね、蝕んでいく向こうの湘南を、このまま毒菱の毒によって、相手をフル毒にしてあげましょうね。で、ここね、じゃれつくで普通に、まあ、攻撃下げていこうかな。まあ、素早さはね、下げてもそんな意味ないんで、どうせアクアジェットあるんでね、じゃれつくでいきましょう。タイプ1じゃれつくでいきましょう。
まあ、ギガインパクトがねあるんだけど、ギガインパクト次がもしゴーストだったら終わるんで、でマキトが来るよ。そうだよな、マキトが来るよな、そりゃそうなんだよな。じゃあ使わなかった。なるほど。でね、相手これね冬ある、もしかしてマキタって、マキタって冬ありますか。マキタって冬あるのかな、どうなんだろう。冬あったらジェナシー終わるんだよな。一応ね電気タイプを見て入れてるんだけど、マキタってあるのかな、どうなんだろう。わかんない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 。マキタってさ、マキタ、待って、マキタってある。ちょっとこれ悩んでいいか、悩むね。いや悩む暇はないか。入れ替えあり、残り30秒。入れ替えるか。でもあれ多分これ入れ替え読まれる気がするんだよな、まあ、言うてここで出さない人はないんで入れ替えていきましょう。で毒になんないんだよね、マキタがね、毒ビシが効かないんでね。まあよかった、あれは畑落とすでよかったわ完全に。 G1 ボールとか来る、まあそうだよな、そういうしかないよな。でギリ耐える。でこちらのね、こちらの現在の木炭が働いてくれてますでしょうか。多分ね、ダイモンに先制取れれば勝てる。で向こうのフローゼルで相手は無理やり受けてくるんだけど、ここ草結び言った方がよかったね完全に。交換読み女優概念を消失している、まあ、しかしながらねすげえダメージが入っていく、素晴らしきこと、この上なし。さすがにここは交代していきましょう。向こうも多分交代してくると思うんでね、まあ、交代読みダイモンでも全然いいんですけど、アクアジェットの危険性があるんで、まあ、先に交換していきましょう。でもジャレツク連打しておくかこの後はジャレツク連打していきましょう。メトロノームを使いたいんでね、メトロノームを発動したいんでジャレツク連打していきたいですね。アクアジェットやはり来る、まあ、しかしながら水タイプで受けていくと、完璧なる完璧なる猛攻、毒でさらに相手が落ちていく。ここでね相手のマキタに対してじゃあ何か入れておきたいところなんですけど、さすがに相手に先制取られるわけにはないんで、まあ、地鳴らし行きたいですね。でも地鳴らし効くのかな、地爆音って特性何、地爆音って特性何、地爆音の特性何よマジで。マジどうしよう、どうしようどうしようどっちだどっちだこれ、どっちだな、どっちだ、アクアテイルが地鳴らしなんで、どっちだどっちだどっちどっちだ、どっちだ、ないよな、ないよな、ないよな。冬か、待って、浮いてる、絶対浮いてる、待って、絶対浮いてるわ、ごめん。まずい、まずい。先制技があったらこれ終わりだな。で、地場攻撃強くないか、待って、まずい。ちょ、大文字頼む。お前しかない。ダイモンズで行こう、ダイモンズで行こう、ダイモンズで信じよう、ダイモンズ行け、帰れ、よっしゃー、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、ジワコイル強いよ、あぶねえ、あ、フジミ待ってよ、フジミ待って、あ、フジミ藤見が行っちゃった。藤見帰ってきて、藤見おい、藤見消えちまった。ほんとしか毒火しないで使うから、藤見さん負けは負け、行きましょう絶対めちゃめちゃ裏で消えたでしょどうも藤井さん、いや負けましたね、果たしていただきました。これは毒ビシとかいうね、毒ビシとかいう最悪技を使って勝たせていただきました。毒ビシは別にいいでしょう、毒ビシそんな強くないし、マジで、うん、と思うけど、でまあ、いや全然毒ビシはねなんもないよ、なんだ、麻痺かうわーマジでやったな、どうしたどうした、プレミか聞く、聞きたい、マジで聞きたい持ち物さ、うん、タスキ持たせてたと思ったんだけど、うん、
磁場コイルに、はいはいはい、間違えてハチマキ持たせてた。あ、本当にそれか、それか、それガチでそれ左右するやつじゃん。だからなんで負けたのか全然分かんなくて、ちょっとポケモン見に行ったらタスキ持ってなかったんだよ。そういうことか。あの、あれさ、毒虫で苗落ちてさ、帰ってこないやつかと思って。いやーマジでバカやった、ほんとにもう。いやこれはでもマジで、これは運に助けられたわ。それはマジで運に助けられたわ。だってあれマジで磁場コイルやばくて、あれだって確定勝利だったのに。いやマジ確定勝利だったよ、ね、詰ませてたのにね。もういやー最悪。あのさ、コイルってさ、コイル関連ってさ、特性なんだっけ。あれね、磁力なんで、頑丈引けなかったから。あ、頑丈と磁力なんだ。うん、そうそうそう、あ、そうだ、冬がずっとあると思ってて、コイルに。あ、だからずっと冬警戒して地ならし打つかどうかね、待ってたんだよね。地ならしはね、全部通るよ、うん、通るんだ、よかった、うん、でもまあ、その辺ね、今日完璧にケアしてて、うん、ファナティ選手も完璧だったんだけど、マジで確認せずに地箱出してかアイテム確認せずに、なんか持ってっから OK かと思ってた。ほんと最悪、うーわー。いやー負けは負けなんだよね。いやじゃあ前のね、うちの、元ヤン、元いスケワンのようにね、あのマキタにもリベンジしてもろてってことで。お前天下のマキタに喧嘩売るんか。さすがどんだけお世話になってる人がいると思ってるな。マキタ案件なくなるよ。さすがにマキタ案件は来んのよ。本当は2人の長所、うん、藤見くさりと三田寿司の長所を3個ずつ、うん、言ってもらおうかなって思ったんだけど、うん、ちょっとあまりにもね、マキタがそれじゃかわいそうなので報われなすぎるので。別にそれでもいい。マキタのね、お名前をね変えて、それだったら別に最初のでいいけど。変えていただこうかなと。じゃ あ, あの視野広げよっか。そうだね、今回じゃあ、あのハチマキ、まあハチマキとタスキを間違えたってことだよね。あのもう視野を広げよう、はい、だからマキタっていう一社だけにとどまらないようにしよう。今日からマキタの名前はコウナンです。微妙なホームセンターとか言っちゃいけない。あ、コーナー案件なくなるぞ。マキタの方が大事だからな。あと俺あのコーナー派じゃないんで、すいません。え、何派じゃ。何派、コーナープロでもいいよ。じゃあコーナープロ入る、入るか、うん、コーナー行ったことないんですけど。コーナーでいいんですか本当に。いい、コーナーにしようよ。コーナーめちゃめちゃいいよ。コーナー多分ないんだもん。え、じゃあ何する。ないか、近くにないんだよな。上信、上信は違うか。上信は電気屋じゃない。電気屋だよね、あれね。うん、上信の方がしっくりくるけどな。じゃあ上信にしよっか。名前、じゃあ総合家電、総合家電の上信にしようか。まあ、広く視野を持つことだよね。マキタじゃなく今日からお前の名は上信だよってことで。まあじゃあ名前を変えさせていただきましたが、この件に関してはマジで負けてないからな今回。いやそうだね、勝ってるからな。まあしかし結果は結果だから。いやーいや、そうなんだけど、ゴチです。まあこれはあのちょうどよくね、気持ちよくフラットにしようかなっていう。おなんだよ、ね、おせやな。いやーこれは佐々木小次郎計略にやられましたな。宮本武蔵計略か。宮本武蔵めちゃめちゃね遅れてこられたからな。すいません、本当に一日待たせてすいません。俺が準備したらいつだと思ってんだよ。3日ぐらい前に準備したんだよ。本当すいませんでした。あーくそー。確認、指差し確認しようね今後。時間を楽しみにしてるわ。はい。いやじゃあまあ
次回も勝たせてもらおうかな。え、事実改変した今もしかして。まあこの件に関してはもう反省するとなことなく勝ったという認識でね、反省ポイントね、うん、俺のミスだけだ。今回はマジでポケモン悪くないからね。マジであそこだけだから。あれもうね、反省するとこなくマジで勝ちと思った方がね、これはね、わざわざね失敗体験を得る必要はない、これに。じゃあこれからは上心と頑張ってもらって、まあ、指差し確認して、ま、よしボッコボコにしよう。現場でこれならないことを祈っております。はいはい、じゃあじゃあな、じゃあな、じゃあな、覚えてろよ。次も勝つからな、絶対もう壊れた。